水穂銀行前、本店ビルは東京都千代田区丸の内一丁目に所在したオフィスビルである。2014年まで水穂銀行が本店機能を置いていた。1974年に日本工業銀行本店として竣工。2002年に第一官業銀行、富士銀行との経営再編により水穂コーポレート銀行の本店となる。 2013年7月1日に、水保コーポレート銀行が、旧水保銀行を、吸収合併し、称号を、水保銀行に変更した。引き続き本ビルに、本店機能を置いたが、2014年5月7日に、近隣の大手町タワーに移転した。同年11月に、三菱地所により、南東に隣接する銀行会館、東京銀行協会ビルジングと一体的に、 建て替えられる計画が発表され、両ビルと共に2018年1月までに解体が完了した。三菱辞書は同月より跡地で丸の内1の3計画を着工した。2020年11月竣工し、水戸丸の内タワー及び銀行会館からなる高層棟と丸の内テラスで構成されるアネックス棟の2ビルとなった。水戸 FG 各社の本部機構は、 順次、大手町タワーと、蒸気水穂丸の内タワーに集約を予定している。設計は、村の東合。建物は、丸の内中通りに沿って南北に長く、特徴的なデザインで、軍艦ビルとも呼ばれた。南側はオフィス、北側は、機械室となっており北端は、兵隊通りに接している。外壁は、かつ色の鏡面仕上げの三陰石張りで、オフィス部分には、 縦のスリット状の窓が設けられている。北端には道管掘りが横切っていた土地の記憶を留めるため仮想部がカットされている。1975年には日本建設業連合会主催の第16回 b c s 賞を受賞している。本ビルは村野の代表作の一つであり、解体の際には建築工法などを調査し、建て替え後の新ビル内で模型や部材、 資料などを公開することを検討している。ありがとうございます。